むしろ野田はやりたいっすよ。やりたいんだ。うん、野田はやりたいっすね、結構。逆になんか今まで誰とやりたいのとてか言われるとき多いんすけど、結構野田はやりたいっすね。逆に、今ブレイキン出てるやつやりたいじゃっすよ。<な>あんまいないっすよ、他。いますだって逆に俺とやったら盛り上がるな、みたいなやつって。なんか結構俺いろんなやつやっちゃったし。え、村田さんはどう思うのいや、村田はやってもいいけど、別になんかあんまメリットないなと思うんで。 いやいやいや、村田さん結構数字あるよ。いや、村田ありますいや、それは、歳三さん、市場調査ができてないっすよ。ええー、まあ、まあ、多いっすよ。な、まあうんか、俺は、なんか、まあ、んかこれ、あれですけど、普通にいい人に見えちゃう。なんか、<ー>なんか、めっちゃいいおっちゃんみたいな感じだから、<は>なんか、それに対して、とガッて、なんかこう、闘争本能とか、 なんか、ああな、なみたいな。えそ、それこそ、だって今、洋治ーーさんとか,かうん、まあやってもいいですけど、<ー>いや、俺ね、一番、そう、考えたことがあって、僕、フライ級で試合したいと思ったんですよ。あ、まだ落とすってこと全然全然。僕、ナチュラルが62、3なんで。だから、フライ級で落として、フライ級でベルト欲しいなっていうのが、思ったんですよ。だから、野田葵っていうのもあるかもしれないです。確かに。確かに今フライ級。 ようやく人集まってきたもんね。そう、だんだん集まってきたんで、まあ、そうやったら一番美味しいかなと思ってるんで、まあ、そういう脳裏があるから。西島さん負けたのは見ててどう思ったんですか野田荻さんの人。いやいや、あれやばいよな。あれに関しては、だって、ブレイキングがもうしっかりと路線を引いたわけじゃないですか。西島が、それこそ野田君かなわかんないけど、まあ、そこら辺の軽い階級のことやら,やらせようっていう、絵が描かれてたにもかかわらず、え、そこ負けるんだみたいな。 なんかこう上司が沸き立ててさこのキャバ嬢をいい感じに持って帰らせようっていう風な、なのを描いてくれたにもかかわらず自分でやらかしてミスっちゃうっていう感覚と一緒っすよねあれはどどショックだったんですかうーんいやーショックもクソも別にないっすねあれに関してはああやらかしたなーみたいなそうやらかしたなーだしやっぱり西島君はもっとうーん まあ僕がやっぱり思うのは、なんか、あんまり発信してなくないですかなんか、よくわかんないですけど、自分のこととか。なんか、あんまりこう、メディアにこう発信してるイメージがないし、あんまり西島共栄っていうものを広げる,る気はないのかなと思ってるなんかあんまり興味がない、本当に。まあ、これ言っていいのか知らんけど、スパーリングの時に野田葵さん、拳折れてたのか分かんないけど、怪我してたらしいんだけどさ。ええー。でもさ、やっぱめっちゃどっしりしててさ、 すげえ強くそうに見えたんだけど、ぶっちゃけどうなんですか、年男さんほど俺多いですか、はい、いや、全然強そうには見えなかったですね。あの、うん、やっぱり、俺、本当思うんですけど、マジで僕思うんですけど、3分3と1分って絶対違います、1分1。もう、競技が、本当になんか100メートル走と1500メートルとか、そういう違いだと思うんで、あの子とかっていけないのさ、いきなりドーン,ンって、怖くて、うん、本当に。 いきなりドーンっていけるのがやっぱテル君とかすごいじゃないですか。いきなりドーンっていけるじゃないですか。だからああいう人の方が強いですね。